はい、皆さんこんにちは、ジョンマジックです。今日はですね、こちら東京ディズニーシーにやってきました。ジョマジ、今ですねダッフィーたちのグリーティングをですね今待っているんですけれども、今現在ねコロナの影響でショーができないんですよ。なのでその代わりにダッフィーたちがですねバージに乗ってこのディズニーシーを一周回るっていうのをねやってるんですね。で、本日はですね皆さんにジョマジが選んだですねトップ3の見やすい場所をですねご紹介していきたいと思います。バージに乗るので結構ね見にくいんですよ。例えば木があったり岩があったりですね、あとはゲストがたくさんいたり柵があったり、結構ね見にくい場所ばっかりですから、ジョマジのねおすすめする場所に来ていただければね間違いなしだと思いますので、ぜひねご覧いただければと思います。それではまずはですねジョマジがグリーティングをね見るためのおすすめな場所第3位でございます。こちらですね、ロストリバーデルタの橋の上でございます。ここにですねインディ・ジョーンズ・アドベンチャークリスタル・スカルの魔球があるんですけれども、ここのね橋の上から非常に見やすいんですね。ちゃんとソーシャルディスタンスがありますので見てもいい場所になってます。こんな感じです。向こう側からぐらーっと来るんですけれども、ずーっとねこっち側見てくれますから、向こうからずーっとゆっくり来て、で過ぎたら一応こっち側でねこんな感じで追っても行けるという場所ですね。一応ここでもいいですけどね、ただここだと曲がってしまいますから少ししか見れません。なので一番見やすいのはここです。この橋が一番見やすいです。ここの橋でももちろんいいですけれども、こう曲がってきますからね、ここの部分は見えないんですよね。なのでこちらの橋でしたらまっすぐ見れますし、で後ろもそのまま追っていくことができるということですね。はい、ということでこちらがジョマジがおすすめする第3位のグリーティング見やすい場所でした。はい、ではですねジョマジがおすすめする第2位の場所でございます。こちら浮輪まん売ってますね。ここですね、シーサイドスナックというお店でございます。ここのねお店の横にですね椅子座る場所があるんですけれども、ここの横からですね非常にねよく見えるんですね。こちらですね、ここがですね浮輪まんの、テラス席みたいなね、一応座る場所があるんですけれども、ここの横おすすめでございます。一応ねなんで2位にさせていただいたのかっていうと、ここの岩がちょっと邪魔だっていうところなんですよね。この岩がなければね向こうからずっと来て、で通り過ぎても向こうまで追っていけるんですよ。なのでここも結構おすすめな場所ではありますね。ただ残念なのがやっぱりここの石っていうところですかね。でも距離もね比較的近いんですよ。もうここら辺通るんですけども、この距離でねキャラクターたち見れますから比較的近いですし、あとはずっと向こうから追いかけていけるというね、そこがおすすめなところですね。ここが一番見やすい場所です。でちょうど今ねトランジット来ましたんでね、ちょっと見てみたいと思います。ここにキャラクターが乗ってるとしてみましょうか。こんな感じですね。これだけね距離が近いわけです。ここに柵があるわけですけども、これの距離でキャラクターたちを見れると。で通り過ぎたとしてもずっとここのね見えなくなるところまで追っていけるわけですね。なので非常にここもおすすめの場所ではあります。ジョマジがね一番おすすめなのがこちらですね、ニモ&フレンズシーライダーの横にですねサーチライトがあります。夜になるとねここにね光がピーってね立つところなんですけれども、ここのね後ろ側、ここの後ろ側がねとっても見やすいんですね。ここがですねサーチライトのところですね。こんな感じです。向こうから来るんですけどもずっとね追いかけていけるんですよ。しかもねこれだけね距離近いんですよね。そこがおすすめですね。距離が近いプラス向こうからですね、で通り過ぎた後もずっと追いかけていけるというね、そういうことでねジョマジが一番おすすめするところはここです。ちなみに第2位のですね先ほど教えたここ浮輪まんのところなんですけれども、ここもおすすめではあるんですけども、ここのね岩がちょっと邪魔なんですよね。ここはここで向こうから来るやつとか、この辺はねとても見やすいっちゃ見やすいんですけれども、このね場所に比べると少し内側ですよね。なのでこれだけ距離があるわけですよ。だけどここの位置でしたらあんまりね距離がありませんから、本当に目の前にね、ダッフィーたちが来てくれるという場所ですね。ここはねとても人気ではあるんですけれどもね、こんな感じでもうすでに混んではいるんですけれども、その分少しだけ遠いのとここら辺の岩場が邪魔だということです。これは普通のトランジットスチーマーラインですけど、このぐらいの距離でねキャラクターたちを見れるわけです。でこのまま通り過ぎたとしてもずっとね追いかけていくことができるわけですね。いかがでしたでしょうか。すごいでしょ、ここ。向こうからずっとね追いかけていけるんですよ、向こうまでね。そこがね心のいいところですので、ぜひ皆さんねここ来てみてください。はい、もしかしたらねいっぱいかもしれませんからね。ジョマジが選んだ第2位とかね、あとロストリバーデルタとか、あとマーメイドラグーンのあたりも一応見やすいところありますのでね、一応その辺狙ってみるのもありかなと思いますので、ぜひぜひねこちらダッフィーのグリーティング見てみてください。はい、ということで本日はですね今現在、コロナの影響でね、ショーパレやってないんですけれども、こういうダッフィーたちのねグリーティングがありますので、ぜひ皆さんねジョマジがおすすめするトップ3、この場所からですね見ていただければいいんじゃないかなと思います。もう本当ねおすすめですよ、ね。他の場所でも見れる場所ありますけれども、ここら辺とかはね本当目の前で見れますし、ずっと追っていけますからね、ぜひねジョマジの真似してねここら辺から見ていただくのはいいんじゃないかなと思います。それではですね、今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。